動物にはね、この長い鼻がありますよね。この長い鼻、本来の上唇と鼻がくっついて伸びたもので、単独の額のそばにある目、ね、鼻の中には骨も軟骨も出てません。4万本の筋肉からできているため、曲げ伸ばし、振り回し、ねじりなど自由自在であります。クレーンやシャワーとしても、使えるほか、長先の突起で小さなものも掴むことができる。すごいですね、シャワーにもなるんだ。掴むこともできるよ、何でもできちゃう。この鼻すごい、この長い鼻すごいです。やっぱりこの体の中、そうね、今びっくりしました。4万本の筋肉からできてます。すごいです。で、あの鼻はね、長い鼻はものすごい、すごいんですよ。大きな脳、象の脳は約5キロで人の4倍もある。もう、脳だけで5キロ。しかし体重が50倍もあるので、割合からすれば小さくなる。しかし象の脳には、脳の視野は人の脳のように細かく賢い動物であることは間違いない。匂いの中枢となる嗅球が特に大きく、たくさんの嗅神経が出る。この下肢神経や鼻に行く脳神経などの脳神経が脳から出ています。救急ね、脳神経ね。まあ確かに大きいね。やっぱ鼻がすごいですね、象の。そう。まあ、象の体の仕組みこういう風になっておりますけれども、人間のようにやっぱりすごい象のシワがね、多いということで。頭のいい動物だということでした。ありがとうございます。